はい、こんにちは、パパズクッキングです。このチャンネルはおかず作りに役立つ情報や一工夫加えることでもっと美味しくなる方法をお伝えします。今日作るのは鶏天。材料はささみを使いますが、硬くならずにしっとりとなる下処理の仕方から詳しく説明していきます。新鮮なものをね、なるべく選んでください。ささみにはこう周りにね、粘膜がついてるんで、その粘膜とかこの筋、これ加熱すると、縮んでですね、中に入ってしまうと美味しくないので必ず取っていきます。このように簡単に粘膜は取れます。筋もね、この見えませんけど、だいたい3分の2ぐらいまで入り込んでますので、この筋を取ります。まずは包丁のこの先っちょ、刃先で3ミリか5ミリぐらいをこの肉に差し込んで、この筋を左右にね、切り込みを入れてあげます。こうすることでね、筋がとても取りやすくなりますので、やってみてください。とても見えやすくなって取りやすくなります。これをやらないと肉がね、割れてしまったりすることがあるんですけど、プロはね、よくこういう方法を使います。で、一応やり方は2通りなんですけど、このフォークを使ってやるやり方、この間に挟んで筋を入れて引っ張る、こんな感じでね、簡単に取れます。ただちょっと欠点があって、ちょっとお肉の方に負担がかかりすぎてお肉が割れてしまうことがあるんですね。なんで、だいたいプロの人たちはこのように包丁で左右に、切り込みを入れたら、この筋を取る作業も全部包丁でやります。軽く押すと筋もこのように本当に綺麗に取れますね。この時包丁はなるべくまな板にくっつけた状態で押してください。で、肉がね、割れないでこのように綺麗に取れます。で、下味が、塩をね、少々振ります。本当に軽くお肉にかかる程度で大丈夫です。あとお肉を柔らかくするためにお砂糖を、2から3つまみ程度軽く振りかけてあげてください。お砂糖の浸透圧でね、とてもジューシーに仕上がって、柔らかくなります。これ甘くなってしまうんじゃないかって心配の方もいると思うんですけど、そんなに甘さを感じないで作ることができます。これ裏面も同じように、塩とお砂糖を振ります。軽く叩いてあげるとね、味が馴染むんで、このまま30分放置して、塩と砂糖を馴染ませますね。で、天ぷら衣を作ります。水 170cc に天ぷら粉 100g、 これはなるべく、正確に測ってください。で、お水に天ぷら粉を数回に分けて入れて、ホイッパーで、ぐるぐるとかき混ぜないで水に沈める感じでやってください。こうすることで天ぷら粉が持っているグルテンが発生しないで、サクサクに揚げることができます。ちょっとね、かき混ぜたくなる気持ちもあるんですけど、ここはちょっと辛抱して、粉を沈めるような感じで、やってください。ただね、沈めるような感じでやるので、粉がまだ完全に溶けませんので、10分だけ放置してください。
はい、10分放置しました。粉がね、水に馴染んでいるので、この後もう一回ちょっとホイッパーで軽く、粉を潰すような感じで、ね、水に落とし込むような感じでやるんですけど、そうすると簡単に小麦粉が溶けます。でこれを2つのボウルに分けて、今日は2種類の衣を作りたいと思います。最初は青のり 4g、 これ好きな方はちょっと多めに入れても問題ないです。とね、磯の香りの青のりバージョン、これ青のりバージョン、とても美味しくできます。もう片方にはゆかりを 3g、 これも多くても構いません。赤しその香りがね、とてもいいゆかりの天ぷら衣ができます。あ、これでささみがね、いい感じに味が馴染んだので、これに、小麦粉をまぶして、天ぷら衣と接着剤の役目をしてくれますので、しっかりとね、小麦粉をまぶしましょう。これ小麦粉をしっかりまぶすと中から旨味成分がね、外に出ないでしっかりと中に閉じ込められますので、ジューシーにも仕上がるし美味しくなります。こんな感じでね、しっかりと小麦粉をつけてください。最初は磯の香りの青のりの天ぷらから揚げます。油の温度は180度に設定してもらって、天ぷらを入れていきますけど、ここで注意が、なるべくちょっと離すような感じでね、物同士がくっつかないように、2分半揚げてください。途中ね、1分ちょっとでひっくり返してもらいながら、このような感じの色になるまで揚げましょう。外はカリカリでね、青のりが、すごくいい香りです。これ青のり好きな方はさらに上から追い青のりを振りかけるととても香りが豊かになります。これ本当に美味しいです。これで、塩をね、軽く下味もつけましたけど塩を振ってあげるとさらに美味しくなります。あと残った3本は赤しその香りのゆかり天を作ります。しっかりと全体的に衣を絡めて、先ほどと同じように180度の油で2分半揚げていきます。こちらもね、外がカリッと揚がったらもう OK です。ゆかりもすごくとてもいい香りです。これもね、ゆかりが大好きな方は上から、ゆかりをかけてもらっていいと思います。ただゆかりには塩分が含まれるので、ちょっとね、上から塩をかけちゃってもいいんですけども、ちょっと味が薄いなって、ゆかりだけで味が薄いなって人は塩を上から振りかけていいと思います。さあ仕上がりを見てみましょう。とっても中がジューシーに仕上がってます。じゃあゆかり天も、あ、同じくいい感じですね。天使を引いてこのように盛り付けるととても美味しそうに見えます。
なるべく温かいうちに食べてもらえると、この柔らかさと美味しさがさらに伝わると思います。もう味がついているのでね、このまんま美味しく召し上がれます。とっても最高な天ぷらです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。鶏天はね、いろいろあるんですけど、このように青のりと赤しそを入れることでまたちょっと違ったね、鶏天が出来上がりますので、ぜひねチャレンジしてもらいたいなと思います。冷めてもねとても美味しいので、お弁当の中に入れてもすごく美味しく召し上がれます。では食べてみましょう。とっても柔らかくて美味しいです。ご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。The train of thought I'm on wasn't the right one. Gotta trust your gut, yeah, no matter what happens.